皆さん、こんにちは。遅いよ。今日はジェルムの髪の毛を切りまーす。もう長いよね。おいおい、おしパンちゃん返す。おしパンちゃんボタクですか、ボタク。おい、ボタクじゃないよ。でもタクヤ、他の人の髪切ったことある？ない。What？ ない。初めて、俺。やばい。自分の髪の毛は切ったことある。自分の髪の毛、うん、まあボタクだから簡単ね。おい、ボタクじゃないよ。ボタクだったらもう友達にならないよ。あ、友達じゃない、もう家族か。じゃあポトランブ、日本語で髪を切る。髪、髪、ね、ランブ、髪を切る。切る糸、モトン、切ります。髪を切る、髪を切ります。じゃあ、切りましょう。切りましょう。Oh no！ そういえば、これ日本語でなんて言うの？バリカン。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 これはバリカン。OK。OK, guys! タクヤ、お願いします。じゃあ、これはまだ。おい！何これ？おおお。はい。Ini pasti buat sampah biasanya. Jadi sebenarnya kan kalau kalian pernah nonton videoku, dulu aku punya peralatan-peralatannya kan. Nah, peralatan itu aku kasih ke adik kelas yang baru datang dari Indonesia ke Jepang yang tinggal di dorm yang sebelumnya. Lihat guys. Oh, masih ada ini. Kurushikatta itte kudasai, okay. Hai. Kowai na. オッケー、オッケー。じゃあお客さん、今日はどんな髪型にしましょうか。どんな髪型にします？アンダーカットお願いします。坊主ですか？違いますよ。ごめんね、坊主じゃないですか。眉毛も坊主。ごめん。ごめん。楽しいね。いくよ。あ、はい。ここまでね。オッケー、オッケー。終わりました。待て、見たい。おお、オッケー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 。楽しいね。怖いけど、俺は心配だよ。だけは楽しいけど。やばいね、これ。大丈夫なのかな。あ、最悪ボタクでしょ、これ。失敗したらボタクないで。失敗しないで。これ後ろもガッツリいくよ。普通だとボタクにしようよ。みんなリクエストでボタクって言ってたよ。じゃあ今年、今年中に400万いったら、いったらボタク。オッケー。じゃあ早稲田ボーイズと俺がみんなでゼロの髪をボタクにしよう。ギブアウェイ。そういうことか。俺は高校生の時テニス部だったんだけど、うん、悪いことしたら坊主ボタク。今日悪いことでも俺しなかったな。でも3回ぐらいボタク。最後に髪切ったのいつ？最後は、うん、インドネシアに行ったって。ああ、インドネシアで。インドネシアで。サラバヤ？サラバヤ。いつも行ってるところ。そう。どういうところで行けんの？ああ、バーバーショップ。ちゃんとしたショッピングモールはない。ショッピングモール。インドネシアのバーバーショップは安いよ、日本に比べると。いくらぐらい？100円から100円。400円もある。100円もあるの？やば。100円もある。なんかストリートのやつは100円ぐらい、そう。でも、うん、ショッピングモールだったら、うん、400とか。マジで？そうそうそう。じゃあ俺今度行ったらやろう、100本目。まあまあまあ。プロフェッショナルか。プロフェッショナルか。こうやったら、どこらい？やんぼり4分。オッケー。軽くなってきたでしょ。そう。オッケー。
いいね、エースのお客さんかっこいいっすよ。どのぐらい前髪は今どのぐらい。ごめんごめん。できる、できるよ多分。パクセロイ。おい、インドネシアのパクセロイ。おい、これをうまくできたら俺インドネシアで美容師やろうかな。え、インドネシアはその資格とか免許はいる？美容師やるのに。なんか病室によるほんと。虫、うん、これ後ろに気づいてる。どう？やばいこれ。何てんのかな、これいいの？わかんない。行き過ぎてる。ちょっと後ろ、おい。後ろの髪の毛ない。後ろの髪の毛もうないよ。じゃあ写真撮ってみて。ガイス、ギバナガイス。じゃあ、自由にそう、任せて、俺かっこよくしてあげるからさ。任せろ。何？任せろ、俺はプロフェッショナルだ。何？え、おい、かっこよすぎるわ。おい、なおちゃん、なおちゃんがいつもやってるみたいに着るか。なんかこうやってさ、こうやってやってね。やってるよね、なおちゃん。こうやって着るよね。どう？適当すぎるしな。ちゃんと計算してやってるよ。ああ、トップが熱いからさ、トップのボリュームを減らそうとね。オッケーオッケーオッケー。そう。絶対ボタンでこれ。おい。いや、めっちゃ適当じゃん。適当じゃないって、ちゃんと信じて、友達でしょ。お前減ってきた。涼しくなってきたでしょ。痛かったら教えてくださいね、お客さん。めちゃ適当じゃん。信じてよ、本当。オッケーオッケーオッケー。絶対かっこよくなるよ。オッケーオッケー、信じます。かっこよくなるよ、多分3ヶ月ぐらい経って髪の毛がちょっとかっこいいよ、かっこいいよ、やばい。パクセロイがかっこいい。パクセロイがかっこいい。なんでそこで笑うの？こっちは真面目にやってるの？なんか、娘の後ろだったら、うん、こうして、で、測って、うん、切るでしょ。タコヤマはこうして。もうプロフェッショナルだから、それはもう必要ないの。オッケー。もう見てわかるんですかね。美容歴30年になると。まだ24歳ですけど。かっこいいよ。ちょっと違う、ちょっと違う、ちょっと違う。おーい。もう切っちゃったけど。何これ。おーい。やばいよこれよ。買い物行けねえよこれ。ガイスガイスガイス。あわーんでは。何の髪型だこれ。オリジナル。今年インドネシアで流行った。おい。俺に任せてくれ。かっこいいね。かっこよくないの。
もう少し時間が経ってなってきたら、になる。何なんでそんな元気ないの。Oke guys, abis ini aku mau mandi dulu, abis itu kita lihat gimana hasil akhirnya. Oke? Oke. Oke. 誰ですかこのかっこいい人は。めっちゃかっこいいじゃん。なんでこれ見て。やば。トレンやばい。2020年この髪型に伸びして流行る。やば。あばばい。かっこよ。かっこよすぎない。まあ、ありがとうね。どうしましたよ。もうでも、ありがとうは言えないね、実は。またいつでも来たけど。いやいや。じゃあ、お会計になります、お客さん。1万円です。いやいや、逆だよ。なんで逆だよ。これめっちゃかっこいいじゃん。1万円でも安いぐらいです。逆。かっこいいね、これ。みんなも同じような髪型に、よかったらしてみてください。じゃあ、点数、1から10。コメントください。100。コメントしてくださいね。はい。はい。いいね、チャンネル登録、コメント、シェア、お願いします。お願いします。じゃあ、またね、またぷじわー。